いやーこれもちょっと福ちゃん、これもやばいね、アダム、やばいね、やばくない？やばいっすね。だからこそ頑張っていかないといけないっすね。まあね、ライブができないもん、ライブハウスなのにもうライブが一本もできないからね。そうっすね、ライブできないっすからね。まあ大変っすね、ほんと大変だ、ほんとに。だからこそ頑張っていきましょうよ、まあ頑張るんだけど、まあ、頑張ります、頑張ります。頑張るんだけど、じゃあ何を頑張る？何を頑張ろうか。ライブできないですからね。そうですね。でも今は我慢の時ですよ。耐えしのいでいきましょう。耐えしのぶ。いつまで耐える？耐えしのびたい。耐えしのぶのを頑張る。いつまで耐える？いや、それはやっぱりお客さんが安心して、ライブハウスに来れる日までですかね。だからこそね、頑張っていかないといけないと思います。頑張りましょうよ。まあでも、まあまあそれはもちろんお客さんが安心してライブハウスで来れる日まで耐えたいんだけど、まあ、耐えるって言ってもさ、その月々ね、家賃もあるし、まあ、給料とか人件費とかもさ、まあ、お前の給料とかもさ、その月々ね、払ってるわけじゃんさ。で、それをこう、まあ、やっぱ長ければ長いほど、ね、大変だとは思うんだけど、まあ、それをね、どうするよっていう話でね。いや、そこっすよね。そこきついっすよね。だからこそみんなで、やっぱ力合わせて、頑張んなきゃいけないと思うんすよ。本当に。力合わせて頑張る。はい、何を具体的に言ってってこと？何を頑張る？具体的にですか？そうっすね。でもやっぱ今まで、僕自身も音楽に救われてきて、今もそうなんですけど、だから、今度は僕らがその音楽に恩返しする、フェーズに入ってきてるんだと思います。フェーズ、はい、フェーズです。音楽に恩返し、どんな恩返しをするわけ？やっぱ今の気持ちをちゃんと歌に乗せて、ずっと歌い続けて、みんなに届け続けて、はい、頑張っていきたいなと思ってます。